にこのクイズじゃなくてこの問答を俺にとって不利じゃないか。出題者を私にしたのはお前だぞ。それにあのミケは何度か一緒に見ただろう。確かにそうだけどさ、それにもう腹いっぱいだったからいいけど。やはりお前らしくないな。な、何がだ。どうしたんだよ、今度は急に笑ったりして。いや、懐かしくなったんだ。初めてお前と会った時もこうして野営をしたと思い出した。そうだ、懐かしいな。あの時のメディナは警戒心バリバリだったし、初対面にして嫌われたからさ、どうしようかと思ったよ。別に嫌っていなかったぞ。ずうずうしくておせっかいでお人よしで変なやつだとは思ったが。いや、嫌ってなくてもそんな風に思われてたのかよ。今はそんな風に思ってないから、当時のことは許してくれ。それにあの頃私は人に対して壁を作っていた。だがお前やユージオ、アリス様やアスナ、いろんな人と関わっていくうちにその壁が壊れたんだ。今は人と関わることに対する恐れはすっかり消えたよ。ああ、メディナは変わったよ。そうか、だといいのだが。今日は疲れただろ、高所局。何か言ったか。いえ、何も。じゃあ俺は離れたところで寝るから、何かあれば声をかけてくれ。いや、近くで交代しながら仮眠を取ろう。寝ている間に魔獣が現れたりしたら大変だろ。どちらかが見張りをしていた方がいい。大丈夫なのか。お前は本当に心配性だな。確かにお前が察する通り、私は昔男性が怖かった。やっぱりそうだったのか。おそらくそれは婚約者から暴力を受けていたことが原因だ。だからメディナは。だが今はもう平気だ。だから安心してほしい。でも平気だと言ったら平気だ。気を使うな。不思議だな。昔は一人になればほっとしたのに、あの時と違って今は一人でいるよりお前といる時の方が安心できるんだ。そうなのか。ああ、それはきっとお前があの暗闇から私を助けてくれたからかもしれないな。メディナ。ともかく私の近くで休め。ちゃんと見張っといてやるから。分かったよ、ありがとう。うむ、大船に乗ったつもりで。見張るって宣言した途端に寝るのか。まあいいや、疲れたんだろうしな。ゆっくり休んでくれ、メディナ。おはよう。眠そうだな、キリト。誰のせいだと思ってるんですか、メディナさん。すまない、爆睡したことは謝る。いいよ、それじゃ出発しようぜ。はあ、よろしく頼む。
ああ頼む。オルティナノス、まさかこうしてまた会えるとは。再びオルティナノスの名を侮辱するつもりなら今度こそ許すわけには。すまなかった。え、もう一度会えたら必ず頭を下げようと思っていたのだ。私のあの時の失礼な態度を謝罪するために。なぜそんな態度を取る？なぜお前のようなやつが私に頭を下げるんだ？実はお前たちが去った後、何度か魔獣が村を襲ったのだ。私をはじめとするこの衛兵も自分の身を守るため仕方なく村人の前に立ち剣を握ったんだが。うまく戦えなかったのか？いや、それならばまだいい。我らは剣を当てることもできず逃げ回るしかなかった。そこへ現れたのがオルティナノス。お前を慕う冒険者と呼ばれていた者たちだ。彼らは鮮やかに魔獣を倒し村を救った。民たちは貴族である我らを差し置いて冒険者を称えた。はじめこそは冒険者の功績をけなしていたのだが、我々は気づいたのだ。民を守れぬ貴族に何の価値があるのかとな。それから我らこの衛兵は冒険者から剣を学び始めた。彼らは力を貸してくれたのか？ああ、そこで改めて思い知った。我々の力のなさをな。我々は冒険者に負け彼らに剣を教わる日々を送った。そうして貴族としての誇りを取り戻そうと努める中で、私はオルティナノスのことを思い出したのだ。お前を貶めていい理由など私にはない。むしろ誇りを持って剣技を磨く姿勢を見習うべきだと思った。だから謝らせてくれ、メディナ・オルティナノス殿。本当にすまなかった。この村で民を守ってくれているならそれでいい。では行こう、キリト。ああ待ってくれ。まだ何か？こんな状況で言えることではないが、オルティナノス殿に頼みがある。我々この衛兵に剣を教えてくれないか？なぜ私たちが？冒険者がお前の剣を褒めていたのだ。我々は今後も村を魔獣から守る使命がある。そのためにもより強い剣を知っておきたい。どうする？彼らが強くなれば民の生活もより安定するだろう。協力しよう。感謝する。それでは早速同僚たちを集める。さて、お望み通りたっぷりと指導してやろう。目が怖いぞ、メディナ。はあはあ、大丈夫か？
ずいぶん声を荒げていたけど、これほど弱いとは思わなかった。肉体的疲労以上に気苦労が重なってしまった。改めて礼を言わせてくれ、オルティナノス殿。みな指導に満足して帰っていたようだ。貴族特有の偉そうな態度は最後まで変わらなかったけどな。とはいえ、欠陥品である私の指導を貴族が受け入れるなど以前ではありえないことだ。やっぱりメディナの行いは確実に人々へ変化を与えているよ。そうかもしれないな。それではまたここに来た時は再び指導のほどよろしく頼むぞ、オルティナノス殿。ああ、任せてくれ。さて次はどこへ向かう？このまま北へ進んでルーリットの村へ行こう。ルーリット？それほど多くの冒険者があの村に滞在しているとは思えないけど。全くいないわけではないだろう。それにあの辺りには個人的な用があるんだ。そうなのか。分かった、ルーリットの村を目指そう。到着と。それで早速冒険者を探すか、それともメディナの個人的な用事を片付けるか。私の用事？ほら、それがあるからルリットの村へ行こうって話だったろ。ああそうだった、すっかり忘れていたよ。私は冒険者へのお礼を済ませ、その用事のために少し村を離れる。一緒に行かなくていいのか？言っただろ、個人的な用事なんだ。お前はそうだな、セルカに会いに行ったらどうだ？いいけど、セルカもいろいろと忙しいだろうし。確認したわけではないだろう。ひとまず会いに行け。でもな、用が終わったら迎えに来る。それじゃあな。なんか変な態度だったな、メディナ。とはいえここへ来た以上セルカに会うべきだよな。教会にいてくれればいいけど。それでメディナさんに置いていかれたのね。あ、話をちゃんと聞いてたか。置いていかれたんじゃなくて別行動を取ったというか。まあ何でもいいわ、会いに来てくれたってのは素直に嬉しいから。それならアリスやユージを連れてくるべきだったな。いいのよ、私はキリトに会えて嬉しいんだから。俺？三人の中で一番気がかりなのはキリトだもの。少し目を離すと危険な場所に飛び込んでいるというか。セルカの中では子供なんだな俺って。
そうね。でも一番頼りになる存在でもあると思うわ。あなたがいるから姉様もユージオも強い意志を持って戦い続けていられるんだと思うの。そりゃ責任重大だな。だからこそ無理をしないでね、キリト。あなたは頼りがいがあるけど一人で背負いすぎちゃうこともあるでしょ。たまにでいいから、こうして元気な姿を見せてくれればそれでいいから。ああ、そうだな。俺もセルカの顔を見られてよかった。メディナが来たみたいだ。そろそろ行くよ。うん、また来てね、キリト。セルカとはどうだった？楽しかったよ。やっぱり定期的に話すべきだな。ああ、その通りだ。メディナの方は用事は済んだのか？ほとんど終わったんだけど、他にも寄らなきゃいけない場所ができてしまった。次はどこなんだ？ザッカリアだ。